ところで、世界を救うのが私の役割であり取り柄なので、先輩としてはちゃめちゃにうやまい頼ってください。ん最終的には救えなかったじゃんってうわぁ、それ直に言うもう笑い話にしかできないじゃん。この霊気の私にあるのは、救世主と練り子だった頃の記憶だけ。 ロンディニウムが亡くなった後の結末を、私は知りません。でも、どうか忘れないで。どんな姿になり果てても、私の目的は変わらない。争いのない、理想の国を作ること。それだけが、救世主とネリコが守り抜いた、輝ける知るべだったのです。